ワン、ツー、スリー。炭酸が抜けてるソーダみたい。あそこから母艦が現れ3年か。頑張れよ。門出のように教師と一発やってみたいだけだと言ってくれれば。言ってねえし、バカ。俺さ、見ちゃったんだ。奴らが人間のふりして社会に紛れ込んでるのかもしれない。私たち大丈夫だよね。あ、なんだって。なんでもねえよ。そして新たに3名の死亡が確認されました。栗原希穂さん18歳。戦争だ。もし何かが起きた時、俺たち凡人は受け入れるしかないんだ。その時、最後まで希望を失わないためにはどうしたらいいと思う？3、2、1、発射！ねえ、オンタン、私たちちゃんとした大人になれるかな？未来のことなんてわからんけど。君こそどこから来たの？はにゃにゃふわ。